春時は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員。鳥取県議会議員、米子市議会議員を歴任。鳥取県米子市彦名町の専業農家に生まれる。米子市立弓ヶ浜中学校、鳥取県立米子東高等学校卒業。1986年早瀬田大学卒業。衆議院議員の相沢秀幸の秘書になる。 同事務所を退職。農業に従事しながら28歳で、米子市議会議員に初当選。32歳で、鳥取県議会議員に初当選。以後4期連続当選。2007年、民主党鳥取県連代表代行。民主党鳥取県第2区総支部代表。2009年の第45回衆議院議員総選挙に出馬。小選挙区では、 赤沢両政に敗れ比例中国ブロックで復活し初当選。2012年の第46回衆議院議員総選挙では再び赤沢に敗れ比例復活できず落選。2014年の第47回衆議院議員総選挙に出馬も赤沢に敗れ比例復活できず落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙に 鳥取2区から希望の党公認で出馬し、落選。比例復活も叶わなかった。その後、希望の党が分党した際は、国民民主党に参加した。2020年9月、旧立憲民主党と国民民主党の一部が合流して結成された、新しい新立憲民主党から、次期衆院選の公認内定を受けた。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙に立憲民主党公認で立候補。前回より赤沢との差を詰め、落選したものの比例復活した。枝野幸男代表の辞任に伴う代表選挙では、小川厚也の推薦人に名を連ねた。大学卒業後、湯原は、藍沢秀幸の事務所の門を叩いた。藍沢の秘書時代。 自民政治の構造を目の当たりにしたゆ原はは、自民党の利益誘導の体質についていくなかった、として、約2年で辞め、帰郷して、実家で農業に従事した。28歳で、米子市議選に初当選。藍沢からは、時間がある限り、とにかく歩けとアドバイスを受けた。2021年11月24日、第49回衆議院議員総選挙で、 湯原陣営の選挙対策本部長だった鳥取県議が公職選挙法違反の疑いで書類送検された。10月28日に米子市内で開いた湯原の緊急集会に先立ち支援者に公選法で定められたハガキやビラ以外の方法で集会の日時や場所を記載した案内文書を送付したとしている。ありがとうございます。